皆さんこんにちは、クレアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は浜中さんのエコアンダリア、この1頭の3色を1玉ずつ使用してポシェットを編んでいこうと思います。まず右の方から使用するエコアンダリアの色番ですね。色番が23番使用していきます。で、真ん中のところがホワイトになるんですけれども、色番が168番。で、左のブルーが色番が901番を使用していきます。で、これはどれも04が 100% で 40g80m、かぎ針は5号から7号の指定です。はい。このちょっと鮮やかな色と、この2色は、ベーシックなカラーになるので、これの2色と、それからもう1色をちょっと鮮やかな色というか、色物を持っていくと、今回私が編んだような感じのものになるかなと思うので、私は家にあったこのブルーがあったので、このブルーを使用していったんですけれども、皆さんエコアンダリア、いっぱい色の展開がありますので、お好きな感じで編んでいただければなと思います。その他に必要なものが、ダイソーさんの私は D 環を使用していくんですけれども、D 環を2つ使用していきます。で、これは20個入りの幅が 18mm のタイプになります。これぐらいだったらポシェットにぴったりかなと思うので、ちょっと小さめな方がいいかなと思います。アンティークゴールドを使用していきます。で、それから、こちらがセリアさんのカラーコードレザーフっていうのがね、売っていて、私 YouTube でもご紹介してるんですけれども、7mm×150cm、すごいね、長いので、どなたでも、短くもできるし、150cm もあったらね、全然十分だと思うので、こちらを使用していきます。で、バーコードナンバーはこちらです。カラーコードレザー風ですごいいいですよね、これ。で、私はこちらの色、ベージュを使っていくんですけれども、この他に購入したので、もっと色があったと思うんですよね。で、この色も使い勝手が良さそうだったので購入したんですけど、今回はこちらではなく、ホワイト系のもの、ベージュの色で使っていこうかなと思います。で、それから、必要な道具はこちらです。乱数マーカーと、それからとじ針とハサミ。で、かぎ針は5から7号指定だったので、間を取って6号針 3.5mm を使用して編んでいきます。ではまず3色使ううちの色番23番から編んでいきます。糸端は糸処理できるぐらいに残して、結び目を作って、ここから鎖を4目編んでいきます。1、2、3。で、4と4目編んだら、1目目の鎖の下の半目、ここに入れて、輪にします。はい、これで、ここのところですね、輪っかができました。そしたら、ここから1段目編んでいきます。では、1段目は長編みをこの輪の中に入れていくんですけれども、12目長編みを編んでいきます。で、最初、鎖を3目で立ち上げるんですが、この3目の鎖、これも長編みとみなすので、あと11回この輪の中に長編みを編んでいきます。引っ掛けてからこの輪ですね。この中に入れてかけて引き出してきます。で、かけてから最初の2本を引き抜いて、かけて次の2本を引き抜く。これで長編みが1目編めました。で、今2目編めたということなので、あと10目長編みを編んでいきます。この円の輪の中に長編みを11目と、それから立ち上げたところ、これを合わせて12目分長編みを編んできました。そしたら、鎖3目、1、2、3と立ち上げたところの3目目のところに引き抜きます。で、今回は、裏山を残して、この上の半目と下の半目、今これ下半目に入れました。で、上の半目ですね。ここに入れて、これで引き抜こうと思います。で、その次に、今度はね、白のお花のところを作ろうと思うので、白のところ、糸を出していただきまして、白の糸で引き抜きたいと思います。そしたら糸端ちょっとこの右にやっておいて、白の糸を引っ掛けて、で、引き抜いていきます。はい、これで糸を変えれました。で、こっちの白の糸は編みくるもうと思うんですけれども、ちょっと短めに編みくるむとダメなので、まあ、ちょっとこれぐらいですね。はい、残して。それでこれで編みくるもうと思います。で、今まで編んでた糸と、それからこの糸端、白の糸端を一つにこう縛っておいて、これで抜けないようにしておきます。はい、これで糸を変えれたので、次からはこの白の糸でお花の部分を編んでいきます。お花の部分はパプコン編みっていうぷくっとしたお花になるような編み方を編んでいきます。で、まずは長編みを編んでいくんですけれども、鎖3つで立ち上げます。はい。で、こっちの糸端ですね。これはもう編みくるもうと思うので、この時にね、このベージュの糸編みくるんでも大丈夫です。ちょっと私後で処理しようかなと思うので置いておきます。どちらでも大丈夫です。で、こちらの白の糸は編みくるんで処理しちゃいます。で、3つ立ち上げたら、この引き抜いたところですね。ちっちゃくなってると思うんですけど、ここのところに入れて、編みくるむので、かぎ針の上に白の糸端置きました。で、長編みを編みます。これをね、今、まあこの立ち上げも1目とカウントするので、今、1、2と編みました。そしたら、あともう2つ。長編みを編み入れます。4つのパプコン編みするので、長編み4目でね。で、まず同じところに入れて、今3目目の長編み。で、あともう1目、4目目の長編みを編みました。で、このループをちょっと大きく出しといて、抜けないようにして、かぎ針を抜きます。そうするとね、1、2、3って3つ鎖を立ち上げたところの3目目のところ、ここにかぎ針をそのまま真ん中にね、スポッと入れてみてください。で、この今、長くループ出しといたところ、ちょっと今ちっちゃくなっちゃったんですけど、ここにかぎ針をまた入れて、こんな感じです。これをズズズッと抜いてきます。そうすると、こっちがね、ちょっとぷっくらしたような感じ。で、後ろがね、へこんでます。ポコッとへこんでる感じですね、ここのところ。これでパプコン編みっていうんですけど、これをお花のような感じに見立てて編んでいくんですね。で、今引き抜いたら鎖を2つ編みます。これの繰り返しです。で、これは編みくるみながらしていきます。で、今1つ編めたので、あと11個同じような模様編みを編んでいきます。かけてから次の長編みの頭に入れます。で、かけて引き出してきて、かけて引き抜いて長編みをここで4目編みます。1、で、次が2。で、3。で、あともう1目で4と編みます。そしたら、ここのところ抜けないようにちょっと大きく出して、1目目の長編みというとここになります。ここに表からかぎ針入れて、で、今この大きく出したところ、ここをね、ちょっと引っ掛けまして、で、この糸端をキューッと絞って、小さくしますね。ここのとこぴったりサイズにしてから引き抜きます。で、鎖を2つ。もう一回すると編みくるみながら引っ掛けて次の長編みに入れて、長編みを4目まずは編みます。長編みを4目編んだら、ちょっとここ輪を大きく出して、一番最初のこの長編みの頭、表からかぎ針を入れて、このループのところに引っ掛けます。で、シューッとちょっと小さくして、これで引き抜いて鎖を2つ。はい、こんな編み方で、今3目編んだので12目、あと9目ですね。9目同じような感じで長編みの頭に編んでいきたいと思います。ぐるっと1周編んできました。で、今パプコン編みを編んで鎖を2目編んで終わってます。で、私はちょっと糸を切っちゃったんですけれども、皆さんつながってるかなと思います。で、鎖を1、2、3と3目立ち上げたところ、今ちょっと大きくこう穴を出してるんですけれども、3目目のところに引き抜いて、で、次の糸、ブルーの糸に私はなるので、ブルーの糸に変えたいと思います。でですね、こっちのベージュの1段目で編んでた糸を最終段で編もうと思うので、この糸もね、上に乗っけてしようかなと思うんですね。で、これがちょっとやりにくかったらもう、最終段までこの糸をビヨーンと伸ばしたら大丈夫なので、どちらでも大丈夫です。お好きな感じでやってみてください。まずは入れまして、私は乗っけるので、この2本、これをこんな感じで乗っけます。巻きつけるような感じですよね。こんな感じで。で、新しくつなぐ糸で最後引き抜きます。はい。で、ブルーの糸は糸処理できるぐらい、まあこれ編みくるむんですけれども、ちょっと編みくるむより少々長めにしときます。で、白の糸、今まで編んでた糸と一緒に結んでおきます。抜けないようにしてね、ぎゅーっと縛っておきます。で、このベージュの糸がね、ちょっとここのところ持ち上がったかなと思うんですね。で、今度からはブルーの糸で編んでいこうと思います。それではまずこの鎖2目編んだところまで引き抜き編みで移動します。入れていただいて、で、この糸同士ですね、糸端同士も編みくるむので、このまま上にのっけて、これで引き抜き編みで鎖のところまで移動させます。今ちょっと上に乗っかっただけなんですけれども、それで鎖をここから3目立ち上げます。この鎖3目も長編みとみなします。で、引っ掛けて編みくるみながら、このところ側にこう入れまして、長編みをまず2目編みます。今1目編んで、はい、2目編みました。で、編んだら角のところに鎖を3目、今ここ角のところ編んでるんですけれども、長編みを3目、これも長編みとみなしてるので3目、鎖3目で、またもう一度同じところに編みくるみながら長編みを3目編みます。はい、長編みを3目編みました。そしたら次のこの鎖のところ、ここに長編みを3目編み入れます。ここに長編み3目で、今ここですね。で、隣の鎖のところも長編み3目。2回長編み3目、長編み3目を編んだら、次のところは角になるので、またこの編み方をするという感じです。まずは隣のところの鎖のところに入れて、これで長編みを3目編みます。はい、長編み3目編みました。そしたら隣のところも長編み3目なので、編みくるみながら長編み3目編みます。はい、長編み3目、長編み3目ときました。そしたら次が角になるので、角のところはこの編み方です。ちょっともうこれ編みくるめないので置いておいて、まず長編みを3回、1回目、よいしょ。で、2回目、3回目と編みます。で、角の鎖を3つ。はい、3つ編みました。で、また同じところに側に入れて長編みを3目編みます。はい、編みました。こんな感じでカクカクと、今1つ目の角、2つ目の角で、次3つ目4つ目となるんですけれども、角のところここまで編んだら長編み3目、長編み3目を編みます。次のところが長編み3目の1回目ですね。12よいしょ、3と長編み3目を編みます。ここですね。で、次のところも長編み3目になるので、次の鎖のところに長編みを3目。はい、長編み3目編んだら、次が角になります。角のところがここになるので、角の編み方で、まずは長編み3目。で、編めたら鎖を123と3つで、また同じところにスポッと入れて長編みを3目編みます。はい、こんな編み方です。で、またここの鎖のところに長編みを3目、ここですね、ここだ、はい、ここですよね。はい、ここのところに長編み3目で、次の鎖のところにも長編み3目で角のところ、これ一番最後の角、4個目の角なんですけど、ここに長編み3目、鎖3目、長編み3目を編み入れるという感じです。ここのところらへんをちょっと参考にしていただいて、ぐるっと1周編んでみてください。ぐるっと1周編んできました。でまだ引き抜いてないので、鎖3目立ち上げたところの3目目のところに最後引き抜きます。入れて、で最後引き抜く。はい、これで3段目ぐるっと1周編めました。では次4段目ですけれども、4段目もこの3段目と同じ編み方をするので、角のところまで引き抜き編みでまず移動していきます。で次こっちのベージュの糸に変えます。まずは隣の長編みの頭に入れて引き抜き編み1回移動します。で次の引き抜く時に入れて、で引き抜く時、この時に糸を変えようと思うんですね。このベージュの糸をかけて、これで引き抜きます。はい。で、こっちの糸も、これね、ちょっと私切ってるんですけれども、もうちょっと短めに。はい。編みくるむ分残して、カットして、で、今編む糸と、こんな感じで結んでおきます。はい。で一番最後のこの角のところ、ここまで移動していくので、入れて最後引き抜き編みで移動させます。なんでここまで行って引き抜かないのかなって思うと思うんですけれども、ちょっとここやった時にこれ濃い色じゃないですか。でこっちが薄い色でね、引き抜いてここでね、一番最後のここのところで引き抜くと、この白い部分がね目立つわけではないですけれども、気になるんですよね、私的には。なので、この手前で変えておくと、全然目立ちもしないので、このやり方でやっていきます。はい。で、後ろのところはこんな感じですね。糸がこことここ、まあ、渡ってる感じになってます。はい。ではですね、4段目、まずは鎖3目で立ち上げます。編み方は前段の3段目と同じ編み方です。で角の編み方になるので、角の編み方は長編みをまず3目で鎖を3で角を作ります。ちょっと小さめな方がいいですね、鎖3でまた同じところに入れて長編み3目編む。はい、長編み3目編みました。そしたら次、長編み3目、長編み3目、編み入れるところが、ここ鎖1目も何も編んでないと思うんですけれども、ここのところ、長編み3目と長編み3目のこの間のところに、長編み3目を今度から編み入れていきます。はい、長編み3目を編み入れたら、次のところも長編み3目。で、次のところも長編み3目。この間のところですね。長編み3目、長編み3目を編み入れたらすぐまた角になりますので、角の編み方はここと同じです。長編み3目、鎖3目、長編み3目になります。それを編んでいただいて、その間のところはこの編み方ですね。長編み3目だけを編み入れるという編み方でぐるっと1周編んでみてください。ぐるっと1周編んできました。で今長編み3目編んでこれで終わってるんですけれども、ここでモチーフ終わりになるので、糸処理できるぐらいに残してカットします。はい。でカットしたらそのまんまスルスルスルっと抜いて、ここのところをちょっと綺麗に見せるためにチェーンつなぎをしていきます。とじ針に糸端を通したら、ここが鎖3目立ち上げたところ、その隣の長編みの頭にそのまんま鎖をこう取るような感じで入れます。で、出ているところに戻します。はい、そうするとね、この鎖のところがこの鎖になるような感じになって綺麗になるので、こんな感じでちょっと処理をしようと思います。で、後ろのところで糸処理もそのまんまですね、もう簡単にしちゃいたいと思います。で、できたらキワでここをカットして、はい、これでできました。で、私はね、ちょっとね、何箇所かつないだところがありますので、ちょっとやり直したりとかしちゃったので、まあ、はい、そのところは入れたいと思います。で、あとは編みくるんだのとかがあるので、それをパツパツっと切っていただいて、私はこの最初のところは円に沿ってぐるっとまあ1周半ぐらい入れて糸処理をしようかなと思います。で、モチーフの大きさですけれども、まあ何もしてない、今編み上がりの状態で、どう測ろうかな。鎖の、まあ、端っこから端っこまで測ると 9.5 センチですね。正方形になっているので、はい、9.5 センチの大きさです。参考にしてみてください。でもこれ最後ね、つなぐときにピシッとした方がいいので、こんな感じでアイロンをかけたいと思います。で、四隅のところ、待ち針をですね、こんな感じで打ちまして、ピーンと伸ばしてですね。で、こういうとこ凹んでるじゃないですか。こういうところもこうやってして伸ばして、ここの斜めにね、ピンをこう刺すんですね。こんな感じ。斜めにこうやってして刺して、で、この正方形になるような感じにして、スチームアイロンをブワーっとこう押し当てるんじゃなくて、ブワーっと当てて、で、熱が取れるのを待って置いとくと、その形にまあ大体なりますので、そんな感じで成形をしてみてください。はい。こんな感じでモチーフをあと何枚か編んでいこうと思います。モチーフを8枚編んでアイロンで整えてきました。で、大きさを最終的な感じで測っていくんですけれども、小さいのが、私はね、これ小さいので、ちょっと大きめなのがこれなんですよね。で、ちょっと測っていくと、大きめな感じので、だいたい9センチぐらいの大きさですね。この鎖の内側同士ですね。この鎖の内で測っていくとそんな感じで、これ小さいのなんですけれども、それでも、8.5 センチぐらいかなっていう感じなので、0.5、これは9センチか。0.5 ぐらいは差ができちゃったかなという感じになってます。で、エコアンダリアで編んでで、一回ほどいたりとかすると思うんですよね。その時にそのまんまで編んじゃったりとかすると小さくなったりする傾向もありますし、まあエコアンダリアなのでスチームわーっとかけてふわっとしてから編むとまたちょっと違ったりとかもするので、そういうなんとかでもちょっと誤差が出てくるんじゃないかなと思います。ではこのモチーフが編めたので今度は繋いでいこうと思います。まずはこの4枚を合わせていきます。で、私はこの白の糸でこう繋いでいくんですけれども、皆さんお好きな糸で繋いでみてください。まずはこの2枚同士のここのところと、それからこっちのところですね。この2枚同士のところ、ここをずーっと繋げていこうと思います。それではまず下の方ですね。ここのところを合わせていきます。まず角っこのところ、ここ1、2、3と3目鎖があると思うんですよね。その3目の真ん中のところ、この鎖のところに糸をつけて編んでいきます。真ん中の目のこの下の半目、ここにまず入れます。で、向かい側のところも、まずまあ、この下の糸、この1、2、3目の下の半目ですね。ここのところにかぎ針を入れまして、で、はい。これで、糸端はこっちは糸処理できるぐらいに、まあ、残しておきます。これで、一度引き出してきます。で、鎖を一つ編んで、これでちょっと引き締めて取り付けておきます。で、次はこの真ん中の隣に鎖が1目ずつあると思うんですよね。3目中編んだうちの、こっち右隣と左隣と1つずつあると思うんですけれども、その左隣ですね。ここの、この左の半目、内側の半目ですね。それと、こちらの方も内側の半目をつないでいきます。で、今ここに糸がこのかぎ針より右にあると思うんですけど、この状態で上から下にスポッと入れますね。ここがちょっと小さくなってるんですけれども、その目になります。で、これを引っ掛けて、引き出してきて、今のこのかかってるループも、ここを引き抜いて、ずっと引き抜いていきます。はい。これで1目編めました。そしたら次の目。ここからが1、2、3と3目あるうちですね。これの一番右側、これの内側の半目同士を取っていきます。まずは上の方のモチーフの半目。これ糸今左にありますね。かぎ針の左。で、次にこのかぎ針の右に糸を持ってきて、この上から下に内側の半目。これを入れて、で、引っ掛けて、これをね、全部こんな感じで抜いてきます。もう一回やると、次は真ん中の目のこっちの内側の半目。今かぎ針より左に糸があります。で、次入れるときにこの糸をかぎ針の右の方にやりますね。で、内側の次の半目に入れて、こんな感じになってると思います。これを引っ掛けて、全部引き抜く。半目同士。で、次の半目。内側の半目同士にかぎ針を入れて、で、引っ掛けて、引き抜く。という編み方で編んでいきます。はい。そうするとね、こんな感じで、ここに鎖がきれいにずーっと見えていくので、この角の手前のあたりまでは引き抜き編みをしていきます。ここからずーっと引き抜き編みをしてきました。で、今この長編み3目の一番端っこの長編みまで引き抜き編みをしています。なので残りここのところね、鎖3目がね、両方とも残ってるんですけれども、最初の鎖のところ、まず取っていきますね。ここだったら1、2、3なので、ここですよね。この一番最初の鎖の半目と、で、こっちですね。この一番最初の鎖の半目同士をまずは取ります。で、次真ん中の半目と、こちらの方も鎖の真ん中の半目。ここを取ってつなげます。はい。これで上までずっとつなげることができました。そしたら次はこの上のモチーフのところをつなげていきます。で、こっちのところもここ鎖3目あると思うんですね。で、下のところも真ん中まで行ったので、こっちのところは真ん中からずっと上の方に引き抜き編みをしていきます。これを、こっち表ですよね。これをぺったりとこんな感じでひっつけまして、真ん中、鎖の真ん中って言ったらここですよね。真ん中と、あ、こうですね。はい、こっちか。真ん中と、それから糸をこっちに持ってって、こっちの真ん中っていうとここですね。真ん中の鎖同士を、ここ一番やりにくいかもしれないんですけど、引き抜き編みをします。ちょっとわからなかったらゆっくり、もう一回巻き戻していただいて、この動画のスピードをゆっくりしてみてください。で、そしたら、この長編みのすぐ隣のこの鎖の内側の半目。で、次もこの長編みの次というかね、はい、隣の内側の半目。こっちか。はい。この糸がね、どっち側にあるかでちょっとやりにくいじゃない。ちょっとやり方違うので、これで引き抜き編みをします。はい、2つ。で、もうここからはわかるかなと思います。長編みの頭から順番に引き抜き編みをしてきたらいいので、これでちょっと上の方まで引き抜き編みをしていきたいと思います。上の方までずっと引き抜き編みをしてきました。で、鎖3目の真ん中の鎖のところまで引き抜き編みをしてあります。そしたらここでちょっと一旦終わりになるので、鎖を一つだけ編んじゃって、ここのところを糸処理できるぐらいに残してカットします。はい。で、できたら、かぎ針を抜いて、ちょっとここのところ、鎖の分だけですね、指でちょっとキュッとして引き締めておきたいと思います。はい。これでつなげれました。そしたら今度はこちらの方をつないでいきます。こちらの方も同様な感じで、ここの真ん中の目、ここからつないでいきます。鎖の真ん中の目同士ですね。はい。かぎ針を入れまして、内側の半目同士です。で、引き出してきます。で、こっちも糸処理できるぐらいに残しておいて、はい。で、鎖を一つ編んで、これで引き締めておきます。はい。これでギュッとできました。そしたら、ここのところも同じような感じで、半目同士を、ここと同じように引き抜き編みをしていきます。で、ずーっと引き抜き編みをして、この辺りまでですね、引き抜き編みをしていきたいと思います。ここからずーっと引き抜き編みをして、で、この長編み3目の、この一番左、この長編みまで引き抜き編みをしてあります。で、こちらのところ引き抜き編みをしたときに、この真ん中の3目中の真ん中の目まで引き抜き編みをしているので、ここね、端っこの目が残ってます。鎖の一つと鎖の一つが残っているので、一番最後はこの鎖同士を引き抜き編みをします。目が小さくなってるかなと思うんですけれども、ここの鎖とそれからこちらの方もここに鎖があります。この内側の半目同士、これを最後引き抜き編みをします。で、次のところはこの長編みのこの隣の鎖だけが残っているので、ここからまずはかぎ針を入れて、はい、で次こっちですね、入れて内側の半目同士、これを引き抜き編みをします。真ん中やりにくいですよね、ここのところで。そしたらもう次からこの長編みの一番端っこの目と、こちらの方も長編みの一番端っこの目、ここのところ同士から引き抜き編みをしていくという感じです。はい、こんな感じでずーっと上まで行って、この鎖の3目中の真ん中の目までは引き抜き編みをします。で、一番最後鎖を1つ編んでキュッと引き締めたと思うので、そこまではずーっと同じような感じで仕上げてみてください。で、これができたらあともう1個ですね、もう1つのモチーフも同じような感じでつなげてみてください。モチーフの真ん中のところを引き抜き編みでつけてきました。で、それをあともう1枚作っていただいて、これ2枚になってると思います。で、裏のところに端っこの出ていた糸を糸始末して終わっています。で、そしたら次はこのモチーフ同士を今度はひっつけて、ここのところを編んでいくんですけれども、どちらが上になるかっていうのを決めてみてください。私の場合はこっちが上で、こっちのモチーフのところはこちらが上というふうな感じで決めておきます。で、マーカーとかつけとくと分かりやすいので、上のところですよのマーカーをちょっと目印につけておきたいと思います。はい。で、つけたら今度はこちらですね。ここから糸をつけて編んでいきます。では、マーカーつけたところの左から編んでいきます。で、ここは鎖が3目あると思うんですけれども、3目中のこの長編みの隣の鎖、ここからつけていこうと思うので、スポッとこの下半目のところに入れると、この裏山と上半目と取れます。この2本を取って、で、糸を引き出してきます。で、こっちは編みくるみながらも進めちゃおうかなと思うので、少し、まあこれぐらいかな、残す程度にして、ここで鎖を1つ、で、ちょっと引き締めて、同じ場所にまた入れて、編みくるみなので糸端をかぎ針の上に置いて、これでまず細編みを1目編みます。はい。で、編んだらマーカーを目印につけておきます。マーカーをつけたら次からこの長編みを1つずつ細編みを編んでいきます。で、長編みの頭のこの上半目だけじゃなくて2本引っ掛けた方がしっかりするかなと思うので、これちょっと細いので、なのでこの下半目のあたりに入れます。そうするとね、この裏のとこ出してくると、ここもう1本引っ掛けれるんですね。この2本で編みくるみながら細編みをまず1目編んで、はい。で、次の目のこの下の半目と、こうやってすると裏のところに出せれるので、ここで2本で細編み。ここですね、この辺りに出すとこんな感じで頭のところ取れるので、これでよいしょ細編みを編むという感じで、この手前まで編んでいきたいと思います。ここからモチーフの合わせたところのちょっと手前まで編んできました。で、長編み3目あるうちのこの左の長編みまで細編みを編み入れています。そしたら隣のこの鎖のところ、ここも下半目に入れて細編みを1目編みます。で、編んだらこの真ん中のところに1目編みたいんですけれども、この鎖のところと、それから隣、ここ真ん中の半目を取ったところの穴があるので、ここで細編みをまた1目編もうかなと思います。真ん中のところにとりあえず1目編みます。で、右端と左端ですね、1個ずつあると思うので、ここのところも下半目に入れて細編みを編みます。そしたらここから長編みの頭1つずつを取って、またこっちと同じように細編みを端の方まで編んでいきます。ここから端の方まで編んできました。そしたらこの角のところ、こっちは上でこっち下の方になると思うんですけれども、下の方はこの右と左のこの鎖を編まなくって、真ん中の鎖だけ、ここだけに細編みを2目編み入れようと思います。なので下半目に入れて2本取って、ここで12と2目編みます。でこの鎖はスキップなので、次隣のこの長編みの頭、こっからまた細編みを編み入れるという感じにしていこうと思います。でそうするとまたここのところは長編みの頭1つを取って細編みになります。で真ん中のところ、ここのところは鎖のところと、それから真ん中の部分に細編みを1目、こちらと一緒ですを編んでいただいて、鎖を1目のところに細編みを編みます。でまたずーっと編んでいって、ここのところも鎖、真ん中のところにだけ同じように細編みを2目編む。でぐるーっと同じような感じで編んで上のところまでいくという感じで、ここからですね、1周まではいかないんですけれども、上のところまで同じような感じで編んでいきます。こんな感じでずっと上まで細編みを編んできました。一番最後のところはこの長編みの頭のところに細編みと、その隣の鎖のところに細編みを編み入れています。こちらの右の方と同じです。そしたら次2段目、鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。往復編みで何段かこの側面のところを編んでいこうと思うので、まずは最後に編んだ細編みのところから細編みをスタートで、わからない方は細編みの頭にマーカーをつけてみてください。で次の隣の細編みの頭に細編みという感じで1つずつ細編みを編んでいきます。でこの角のところも同様に1つずつ細編みを編んでぐるっと上まで編んでいきます。でまた何段か編むと先ほど言ったと思うんですけど、また鎖を1つ立ち上げて表を向けて編むという感じですね。ここに段数書いてあると思うんですけど、この段数を編んでいこうと思います。1段目から5段目まで細編みを編んできました。そしたら私はもうこの辺りで終わりにしようと思います。一番最後のこの輪っかをちょっと大きく広げて、この輪の中に糸玉を通します。私ちょっとねこう糸玉にしちゃってるんですけれども、これを通して、でここでキューッと引き締めておきます。はい、で引き締めておいたら、ここのところをね、次こっちのモチーフをかがっていくんですけれども、だいたい3倍ぐらいでいけるかなと思うので、足りなかったらまた糸をつなげてやっていこうと思います。まずはここから、これで今1倍ですよね。でこれをこんな感じで、これで今2倍分、はい、でだいたいここからまた3倍分あればいいと思うので、3倍分残して、でカットしておきます。でまたこっちはね、上のところで編んでいくので置いておいて、で糸端、ここにとじ針を通して、次モチーフ同士をかがっていきます。では今度つなぐ方をこっちの手前の方に置いて、で今まで編んでた方ですね、これを下の方にして、これでつないでいきます。でもちろんこっちついてるのが上なので、こっちを上にしてですね、はい、やっていきます。で鎖3目の長編みの隣の鎖、ここからしていきます。では鎖のこの下半目に入れるのと、こっちの方は一番端っこのこの細編みの上の半目じゃないや、下の半目、手前の半目ですね。この半目に入れた方がね、綺麗にかがって見えたので、これで長いんですけれどもかがりますね。まず1回して、もう1回同じような感じで同じところに入れて、こちらの方も同じところですね、はい、入れまして、端っこだけは2回します。はい、ギュッとして2回できたので、次からは半目同士をしていこうと思います。でこっちのところの半目、これ長編みの、まあこれ2本かかってたところですね。この2本と、でね、こっちの方は、この細編みをこう取っていくとね、やっぱなんとなくあんまり綺麗に見えなかったので、この半目を取っていきます。で、ちょっとギュッとして、次の目、長編みのこの上の半目、2本ですね。これと、向かい側は半目。内側の半目同士をしていきます。はい。で、一つずつすればいいので、このまんまずーっと一つずつやっていきます。でもちょっとここのところだけが違うので、ちょっとここのところまではですね、はい、一つずつ巻きかがっていっていただければなと思います。ここから巻きかがってきて、この真ん中のところですね、ご説明するの忘れてたので、真ん中のところも、まず右側のこの鎖のところと、奥のところは、その隣ですね、巻きかがっていた隣のところと、まずは巻きかがります。で、次のところですね、この鎖のところと、で、この半目の拾っている真ん中の鎖のところですね。まあ、この隣です、鎖。はい。と、向かいのところ、ここを巻きかがります。で、ここからもう一つずつやっていきます。ここからずっと角の手前までかがってきました。で、今これ長編み3目のところまでかがってあります。そうしましたら、この角の鎖の3目のところの真ん中のところに、こっちのところでは細編みを2目編んでたと思うんですね。2目分の細編みのところが、こことここが鎖3目のところに来るということなので、すぐ隣、この2つ開けた3目目のところからが、この長編みのところになると思います。なので、ちょっと目印で、2つスキップした3目目のところに、これマーカーつけときました。これが、長編みのところと一緒ですよの、目印なので、一緒にしとこうかな。この部分と、この3目目のところですね。ここをちょっと一緒に引っ付けておきます。で、この2目のところで、この3目をかがっていこうと思います。まずは、隣のところですね。この辺りに入れて、かがって、で、次のところと、また同じところに入れようかな、と思います。はい。で、かがって、その次、この一番最後の鎖のところと、で、この次の目、ここですね、と、かがろうと思います。はい。で、できたら、ここからは一つずつになるので、また、上半目、半目同士ですね、内側の半目同士をかがっていきます。はい、最後の目までかがってこれました。で、最後の目だけはちょっと2回やった方がいいかなと思うので、2回かがります。で、これでおしまいになるので、中の方でもう糸処理をしたいと思います。で、キワでカットして、これで出来上がりです。はい、こんな感じで本体のところできました。そしたら、この上の部分を余った糸でまた編んでいきます。それでは、鎖3目の真ん中の鎖のところにかぎ針を入れて、糸を引っ掛けて引き出してきます。で、糸端は糸処理せずに編みくるもうと思うので、それぐらい残して、鎖を1つ。で、また同じ目に入れて、編みくるみながら細編みを1目編んで、で、マーカーを目印につけておきます。で、マーカーをつけたら、すぐ隣の、また鎖が残っているので、この目と、編みくるみながらですね、細編みを1目。で、次からが、長編みの頭を取って、1つずつ細編みを編む。という編み方はこのね、サイドで編んだ編み方と一緒になるので、そんな感じで編んでいきます。ここのところも編み方一緒ですね。で、端まで編んでいきます。細編みをここから端の方まで編んできました。で、今は長編みの上に細編み1目。で、隣の鎖のところに細編みを1目編んでいて、真ん中のところ編んでないので、真ん中の鎖の3目中の真ん中の目に細編みを編みました。そしたらここからサイドになるんですけど、ここは入れてあるので、ここはスキップして、次のこれ5段細編みを編んでるので、5目分細編みを編んでいきます。まあ穴の開いてるところでいいので、まずは1段ごとに1目ずつですね。今1つ編んだので、1で2、3、4、5と。とりあえずはい、5目分編みますね。1、2、次が3。で、4。で、次5と。5段分細編みを編んだら、またこっちの方になるので、ここのところは鎖の真ん中の目から始まります。真ん中の目。で、次の目。はい。で、ちょっとここのところこんな風になってるんですけど、こっからが長編みの目になるので、長編みの目を一つずつ取って、また細編みを編んでいくという風になります。はい。ここのところはこんな感じですね。これでぐるっと一周同じような編み方で編んで、最初の細編みの頭に引き抜くという感じで編んでみてください。細編みの段を1段、2段と2段編んできました。で、次にこの持ち手のところをここで編んでいこうと思います。で、持ち手の位置ですけれども、このモチーフのこの長編みの団体あると思います。ここだったら1、2、3、4、5と5つ分あるんですけれども、3つ目の右端の長編みの頭のところ、このずーっと上行った細編みのところにつけてあります。左のところも5つあるうちの1、2、3。3つ目の長編みの左ですね。ここのところの、この上の細編みのところにつけてあります。で、ここのところに持ち手をつけて編んでいきたいと思います。では、鎖を1つ立ち上げて、根元の引き抜いたところに細編みを1目。で、マーカーを目印につけておきます。で、マーカーをつけたら、左隣の細編みの頭に、また細編み。という感じで、マーカーのところまで細編みを1つずつ編み入れます。マーカーのところもマーカーを取って、細編みを編み入れます。はい。で、編み入れたら、ここから鎖を編んでいくんですけれども、鎖はここにある目数を編んでいきたいと思います。鎖を18目編んできました。で、鎖の部分だけ測っていくと、だいたい12センチぐらいの長さになってます。で、これをですね、つけるんですけれども、1目目の鎖の裏山と、私は18目編んだので、18目目の一番最後の鎖の裏山にマーカーを目印につけておきます。マーカーをつけたら、もう一つの持ち手のマーカーのところに細編みでつけたいと思います。はい。これで持ち手のところがつけれたので、次からはまた一つずつ細編みを編んでいきます。で、細編みをずーっと編んでいって、もう一つの持ち手のところも今やったみたいな感じで、同じような感じで持ち手を編んでいきます。で、編んでからは、ちょっと今、マーカー取れちゃったんですけれども、一番最初の細編みの頭に引き抜いてみてください。はい、最後の目まで細編みを編み入れてきて、一番最初の細編みに引き抜きます。そしたら次、上の段ですね。鎖を1つ立ち上げて、また根元からマーカーのちょっと近くまで細編みを編んでいきます。ここからずっと鎖を編んだ根元の細編みの隣の目まで編んできました。そしたら今度はこの根元のこの細編みと、それから鎖の1目目のマーカーのついたところ、ここを2目一度しようと思います。まずは根元の細編みのところに入れて引き出して、で、そのまんまで次、鎖の1目目のマーカーのところに入れて引き出します。で、一気に引っ掛けて引き抜いて2目を1目にしました。でこっからはまた1目ずつ細編みを編んでいきます。裏山に細編みを1目で隣の裏山に細編みを1目という感じで裏山1つずつに編んでここからずっと反対の持ち手まで編んでいきます。ここからマーカーのすぐ隣の目まで細編みを編んできました。そしたらこちらと同じような感じでマーカーの目とそれから根元のこの目細編みのところを2目一度しようと思います。マーカーのところにまずは入れてで引き出してきます。でそのまんまでちょっとここ小さくなってると思うんですけれどもこの根元の目細編みのところに入れて引き出してきてこの3本をかけてから一気に引き抜いて2目を1目にします。でそれからは隣の目に1つずつ細編みを編んでいきます。というような感じで反対のところですねここのところも同じように編んでいきます。でこちらの方を参考にしていただいて分からなければちょっと巻き戻していただいて同じような感じで編んでみてください。でぐるっと1周編んで最初の細編みに引き抜くという感じで編んでいきます。持ち手の部分をぐるっと1周編んできました。であと糸がねちょっとこれぐらい残っているので次は引き抜き編みをしていこうかなと思います。まずは引き抜いたところの隣の目にかぎ針を入れてでここからスタートしていきます。で一番最初の目にマーカーを目印でつけておいて一つずつここのところは引き抜き編みしていこうと思うのでちょっとあんまりきつくなりすぎるとキュッとなりすぎてしまうので気持ち緩めな感じで引き抜き編みをしていきます。こんな感じで引き抜き編みを最後の目までしてきました。そしたらここで終わりになります。糸端を糸処理できるぐらいに残してカットします。でこの部分を抜いてでとじ針に糸端を通してチェーンつなぎをしていきます。マーカーがついているところが一番最初にした引き抜き編みになるのでこの鎖の部分を全部取ります。鎖だけ取ってで出してきてこの出ているところに戻します。これでチェーンつなぎができました。そしたら裏の方で糸処理もしていきます。できたら際でカットします。はいこんな感じで持ち手のところができました。そしたらですねあともうちょっとですね糸が残っているのでもう全部使い切った方がいいので今度は内側のところを引き抜き編みをして補強していこうと思います。でどこでも最初つけるところは大丈夫なんですけど私いつもねこの辺りですねつけていくのでこの鎖の全部を取りましてで糸をかけて引き出してきます。でこっちの糸端は糸処理できるぐらいに残してください。はい、でちょっとねこれをねこうやってしてぐるーんとねじっておくと抜けにくいのでこんな感じでねじっておきますね。でねじって次の目に入れて引き抜き編みという感じで引き抜き編みをしていきます。でまた1目目のところにマーカーをつけておきます。そしたらここのところが細編みのところになるんですけど一番最初のこの細編みで鎖をつけた、細編みを編んだところですね。細編みを編んだところもこの足を割って2本ぐらい引っ掛けてこれで引き抜き編みをしようと思います。で根元のところに引き抜きでここから1つずつ引き抜き編みをしていけばいいので引き抜き編みをしてってこのところもこっちと同じような感じでしてみてください。でぐるーっと1周編んできて、チェーンつなぎの仕方は一緒なのでチェーンつなぎをしてみてください。で、反対の方も同じような感じで、まだ糸をちょっといけるかなと思うのでしていきたいと思います。持ち手の部分の内側のところを引き抜き編みをしました。そしたら次はサイドに D 環をつけていきます。で、D 環のつける位置は私はここにしたんですね。この下の細編みの位置のところにつけてあるんですけれども、糸端を3、40センチぐらいカットして、で、とじ針に糸端通してこう巻きかがっていくだけになります。で、こんな感じでつけて、あと糸の残りがもう少しになりました。残った糸が私はほんと少しですね。もうほとんど使い切りという感じでやりました。でもしかしたら緩めに編まれてるとちょっと残らなくってもう一玉追加でされてる場合もあるかなと思うので、そこのところはちょっと個人的な編み方になっちゃうのでご了承していただければなと思います。で、次はですね、このサイドのところにこのポシェットの紐をつけていきます。まずは D 環に紐を通していきます。上から下に紐を通して、で、長さ的にはだいたい23センチぐらいが良かったかなと思うので、23センチぐらいにして、こうペキッと折りますね。で、これをこうぐるぐるぐるっと巻きつけて、中に巻きつけた中に入れてキュッと締めるだけなので、で、根元のところのちょっと上の方ですね。これを親指でこんな感じで押さえておいて、ここを巻きつけます。3回ぐらいしようと思うので、まず1回です。ここにね、指を置いといて、これで今1回しました。この穴のところに通すのでね、ちょっとここギューッとしちゃうとダメなので、空間をちょっと開けときますね。で、今2回巻きつけておいて、はい。で、3回ぐらい、こんな感じで巻きつけます。で、巻きつけたら、この穴の中に、これをね、入れていきます。で、ちょっとこれも入れます。で、これをですね、この端の、紐の端。これをギュッと引っ張ると、ここのところが小さくなるので、これでこんな感じでちょっとね、調節していきます。こうやって引っ張って。そうすると、こんな感じで結べれるので、ちょっとここはギュウ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 して調節してみてくださいね。そうすると、このしっかりしたような感じになるので、これぐらいにしておいて、次、反対のところをします。で、身長によってね、長さがやっぱり違うと思うので、お好きな感じの紐の長さにしていただければいいので、ここのところはご自分で調節してやってみてください。で、やり方はここと同じなので、同じような感じでここをつけていただいて、これで完成になります。中のところの糸処理もしてあるので、はい。最終的な大きさとかは次でお伝えしようと思うので、ここのところはこちらを参考にしてやってみてください。はい。こんな感じで最後まで仕上げてきました。で、最後にスチームアイロンをかけて、ちょっと凹んでるところとかを整えてあります。で、大きさを測っていくと、横幅が、20.5 センチですね。で、上から下まで測って約20センチ。で、持ち手からだと、22センチぐらいの大きさになっています。で、まちの部分、ここのところで測ると、約2センチちょいぐらいの長さになっています。で、持ち手のところ、これ根元のここですね。から測ったら約104センチぐらいの長さになってました。私は身長が163センチなんですね。それでこれぐらいの長さなので、もしも165とかそれ以上の方だったらちょっとこれが短いかなと思うので、今これ巻きつけてあるのがこれ30にぐるぐるぐるって巻きつけてあると思うんですけど、これを20にするとか、これをね、もうちょっとギリギリまでするといけるかなと思うので、そこのところはちょっと慎重に合わせて試していただければなと思います。で、中のところはこんな感じになっていて、そこまで小さいわけではないと思うんですよね。両手の手のひらこれ1個ぐらいなので、スマホを入れたり、ハンカチ入れて、だからティッシュ入れてっていう感じで、お散歩の感じで使っていただければなと思います。すごくね、可愛らしい感じに出来上がったんじゃないかなと思います。よければ編んでいただければ嬉しいです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。